はい、皆さん、毎度毎度。はい、マサ先生、毎度毎度ね、直ハサミ、早くやりますよ。右側面はお客様の左側から引っ張るようにやってみてください。まあ、すぐにやれと言われてもね、ちょっと練習しないとできないからね。まあ、徐々にね、練習しながらね、なるべくね、サイドなんか直ハサミね、怖くてできないからバリカンで終わらせるようにね。まあ、そんな感じでやってるけどね。で、刺し木が出た時だよね。やっぱり、直ハサミやらなきゃいけないのはね。ただ、このバリカンでやった時に出る刺し木、普通のバリカンオイルだとね、バリカンのほら、刃先に毛がさ、油の粘土でひっつくじゃん。それが原因で刺し木になるんではないかと。だから今回、フッ素系のね、油じゃないと思うんだよね。フッ素。まあ、テフロンだよね。氷の10分の1の摩擦抵抗ね。NASA がね、軽量でボールベアリングの代わりになるものはないかと。ロケットの接合部分切り離す時とかよくわかんないけど、その時に出てきたのがフッ素なんだよね。熱に強く。摩擦抵抗はね、氷の10分の1っていうんだよね。すごいよね。それをね、バリカン、オイルの代わりにね、ふっかけちゃうっていうの。だからサラ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 どういうことになるかわかんない。使ってみないとね。で、直ハサミは早くやりますよ。これ一回ね、本当に生で仕事見てみないとね、動画だとやっぱり早く見えたりするから、生で一回仕事見てみないとね、これどういうことになってんのかね。どのぐらいの速さでね、それをマサ先生がわざとゆっくりやったらどういうことになるのかね。こういうのもね、いろいろね、見て研究してみたいもんだよね。あと、マサ先生のハサミは誰が研いでんの？いや、研がないっていう人もいるけど、自分がね、こうシザーをね、ずっと使ってきて感じるのはね、中途半端に研ぎに出すより、研がねえで切れねえまま使ってとか、よっぽど切れるっていうのかな。あと、男性の方だとね、力があるからね、刃のコバを立てて、刃の形を、形状を変えないっていうの、なるべく形を変えないように先っちょだけ角度を立てて研ぐっつうのかな。で、まあ一般の方が研ぐとね、角度を立てて45度ぐらいで、で最後の仕上げは60度ぐらいで舐めるように研がないと、刃と刃がかじっちゃうんだよね。刃が刃を切っちゃうじゃないけどね。そういうハサミを使った場合は毛が逃げないから、高速でできるっていうの、早くできるっつうの。これちょっとまたね、いろいろ見てみなきゃわかんないね。自分の知ってる情報だけだとね。実際ね、直ハサミ早くできるマサ先生みたいのがね、ゆっくり直ハサミ、地肌とハサミの隙間、髪の毛の長いところが出っ張ってんのを見て、トラ狩りを見ながら側面からね。で、ゆっくり直ハサミでやってみたらどういうことになるかね。早くやったらどういうことになるかね。うん、まあ何回も言ってっけど、うちのハサミだと早くやればやるほど毛が逃げて、まあ、切れなくなるんだよね。ゆっくりやった方が噛んで、よほどたくさんの毛を切るっつうのかな。で、とりあえず自分はね、この直ハサミも刈り上げもね、ハサミをゆっくり動かすってのにこだわってね、しばらくやってみる。そんでダメなら早くやるだろうね。ゆっくりやってダメってのがわかるまでゆっくりやるつもりなんだよね。まあこういう問題はね、ほら、美容業だとカリスマが昔ストロークカットとか言ってさ、手を早く動かしてでしょ、空中切り。あれも早くやるからかっこいいんであって、まあ、仕上がりはデタラメに切ってるような場合が多いんだよ。切ってる本人はどう考えてるかわかんないけど、切られてる本人にしてみたら、ちゃんと切れてんのこれみたいに、手だけ動いてる、かっこつけてるだけなんて思われるかもしれないよね。女性のお客様が自分の髪の毛を切られてるのね。それこそさ、高速さ、ストロークカット、空中切り、そんな美容師のとこにさ、女性美容師がカットしに行くかどうかね。一回は面白半分に行くかもしれないけど、二度はもう行かねえみたいなね。なんかちょっとそんな気がするよね。だ、それと直ハサミを同じにしちゃいけないと思うけどね。はい。はい、お疲れ様でした。